はい、おはようございます。ダニエルと言います。今日もね、動画を撮っていこうと思うんですけども、最近ね、すげえ暑さもね、マシになってきたから、全然めちゃめちゃやりやすいんですけどね、仕事とか。でね、この三ツ矢サイダーなんですけど、これもね、僕のね、Amazon のね、欲しいものリストに載っけてたら、まあ、これがね、なんかいつの間にか送られてきたわけなんですよ。まあ、これはね、もう美味しくいただくわけなんですけど、でもね、正直ね、誰が買ってくれたのかっていうのがね、わからないんですよね、本当に。もう誰が買ってくれたかわからんからね、もしもう自分が買ってあったぞっていう人がいてたらね、本当コメントとかね、LINE とか送ってくれたらね、全力でね、感謝をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。でもうまいなこれは。今日の動画はですね、結構散らかってる部屋を掃除するっていうね、どういう状況かは言ってみないとわからないんですけど、まずは風呂場の排水口が詰まってて、もう水が溜まっている状態っていうのと、あとはキッチンがゴミが溜まってるっていうのと、あとはリビングとかも全部掃除したいみたいなさ、まあいろいろとするみたいな、そういう仕事をやります。その後はですね、下北沢っていうね、世田谷区のちょっと近いところなんですけど、その辺でね、新しく便利を始める人がいるみたいで、でその人がね、ツイッターからメッセージくれたんですよ。今度一緒に話したいですねみたいな感じだから、ちょうどね、今日の昼とかね、予定空いてたからさ、じゃあ今日の昼会いましょうかみたいな感じで速攻で会うみたいな感じです。まあどういう人かわからないですけど、でも近所に住んでるんやったらさ、なんか協力してもらえるところはしてほしいなみたいな、そういうね、目論みで会いに行こうかなと思います。というわけで今日の動画を見てってください。どうぞ。そうですね、あーほんまに結構飛んでますね。お、なんかライブ配信やってんすか。いいですねこれ。なるほどなるほど。そうですね、とりあえずまあゴミを分別して袋に入れて、やってもうた。すごいな、こんな水溜まってんの初めて見た。すごい。よいしょ。動画編集ですね、終わったら。今日のやついつ頃上がるんですか。今日のやつですか。今日のやつは上がるとしたら、TikTok 見てます。 YouTube 見てます。 TikTok 見ました。 TikTok ですか、はい、1週間後ぐらいだと思います。確認します。定期的に楽しみにしておいてください。まさか自分が頼む日が来るとは思わなかった。はい、ありがとうございます。はい、どんなに間違いないです。はい、お疲れ様です。家のね、片付けというか掃除の仕事が終わりました。それでも京都に帰ってきました。これね、今日お客さんからもらったんですけどね、これ分かります？もうライブやってる人とかみんな使ってるあの電気のやつなんですけどね、あれなんかくれるそうなんでね、もらいました。いや、これからのね、ライブにずっと使っていこうと思いますわ。それとね、今日は35,000円というね、お金をもらいました。ということで今日の仕事は終了したということで、もう家でゆっくりしようと思いますわ。じゃあお疲れ様でした。今ね、下北沢というところに来てます。ここでですね、一回ね、ツイッターで連絡来た人がいるんですけど、下北沢で便利屋やってる人がいるみたいなんですよ。その人と一回会って話しようみたいな感じで、下北沢来たん久しぶりやね。どこにおるんかな、あの人。どうも、こちらです。こちら、お疲れ様です。ありがとうございます。いえいえ、いつもこれで撮ってるんですか。いつもこれで撮ってます。ちなみに今日出て大丈夫ですか。あ、もう全然大丈夫です。もちろんもちろん。便利屋さんにやってみたみたいな感じ。僕もまだまだ始めたてなんで。あ、そうっすか。どっか行きます。僕、兵庫出身なんで。兵庫ね、一瞬だけ住んでましたね。1年住んでましたね。天ヶ崎ですけどね。あ、天ヶ崎です。わー、天ヶ崎も嫌な思い出しかないんですよ。
で今までは何の仕事やったんですか？ダイソーの自分で何かしてみたいなっていうのがあったんで、もともと20代前半の時にやろうかなと思ってたんですよ。でチラシも来てたことあったんですよ、僕ん家に。え、マジっすか？はい、どんなやつですか？はい間違いなく僕のチラシですね。そうですね。 100% 僕のチラシです。しかもこれ今年の結構最近のやつ。そうですそうです。今はもうとりあえず内装してて、内装で、まあなんかこうちょっと不動産の影響も2年ぐらいやったんですけど、いやーそれはまあ不動産屋の知り合いでたらめっちゃ強いと思います。そうですよね、めちゃめちゃ強いです。見てたら分かるんですけど、ね、最強だなと思うマジで。後で写真撮ってみて。あ、僕のですか？はい、もうガンガン撮ってください。僕はフリー素材ですから、ね、だからあれなんです、僕があの YouTube とか TikTok で動画出してるじゃないですか、はい、動画出してたらそういう系の依頼しか来ないんですよ、僕は。なるほどなるほどなるほど。草刈りの動画とか、まあ、あのゴミ屋敷とかそういう片付け系の仕事とかの動画を出してるから、はい、だからそういう系の仕事ばっかり来るんですよ。だから内装系の仕事とかもたまに来るんですけど、はい、そういう系の動画も全く出さないんで、だからあんまりほとんど来ないんですよ、そういうの。でもやっぱり絶対そういう系の動画も出していって、僕こういうのできるっていうのをアピールしていったら間違いなくそういう仕事もの依頼も来るとは思うんですよ。そんな感じです。なるほどなるほど。プロ系の仕事のあれめっちゃ笑いましたもん。ああ、見たんですか。見ましたでしょ。ナイロン系の仕事めっちゃカットしたんですよ、あれ。そうなんですか。あれも多分3つか4つぐらい言ってたんですけど、これ多分 YouTube 上あかんなと思って、だから1個だけしか出さなかった。寝てるだけでいいんで、舐めさせてください。マジなんですか？マジですよ、マジありました、ありました。しかもあれ男っすよ。マジですか？男っすよ、あれ。きついと思って。ちょっと前埼玉めっちゃ多かったし、千葉県最近めっちゃ多いっすね。あ、そうなんですか？千葉めっちゃ多いっすね。いや、ごちそうさまでした、本当に。いいとこです。いやいや、もう帰りにしちゃったんで、ここは。普通に。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうも。はい、お疲れ様です。お疲れ様。はい、お疲れ様です。共同の方帰ってきました。今日会った人はね、本当ね、昨日ね、ツイッターでね、連絡あった人でね、今日ね、ばったり会ってちょっと話したわけなんですけど、なんかね、内装とかをね、得意とされてる方なんですけど、僕内装全くできないんで、だからそういう仕事来たらね、なんか手伝ってほしいなと思いましたね。まあそんな感じでね、僕一人やったらできない仕事っていっぱいあるわけですから、一緒になんか手伝ってくれる人とかね、そういう連絡があったらね、ほんと直接ね会うとかね、結構僕暇な時間多いんでね、そういうのはね普通にやっていこうと思うんで、またねそういうの興味あったらご連絡ねしていただければと思います。ということで今日も帰りますわ。あ、疲れた疲れた疲れ。今日もねいつも通りの野菜炒めなんですけど、冷蔵庫見たらね野菜がほとんどなかったんで、めちゃめちゃ量が少ないですね。今日は豚肉に加えて玉ねぎとピーマン、それだけでございます。まあ、これでも立派な野菜炒めですからね。はい、お疲れ様でした。野菜炒めね、めちゃめちゃ少ないんですけど。いや、9月に入ってですね、なんか仕事依頼がめちゃめちゃ来るんですよ。ありがたいよね。めちゃめちゃ嬉しいです、ほんと。草刈りの件もあるし、普通にも掃除の件もあるし、まあ何はともあれ納豆食っていきます。まあ、そうやな。うん、まあ、というわけでですね、もう9月の予定っていうのがね、もう今週もそう、来週もね、もう全部埋まってしまったんですよ。やばいですね、かなりいい勢いでね、埋まっています。もうね、来週もね、休みなく毎日仕事がありますと。再来週もですね、仕事は飛び飛びですけどね、どんどん入ってきています。めちゃめちゃ仕事がね、増えてきてるわけなんですよ、ありがたいことに。ただまあね、単発の仕事ばっかりやったら、本当にまあ、先行きがちょっと安定しないというかね、僕の収入が安心できないなっていうのがね、まあ、いろんな人と出会ってきてたら、おのずとね、そういう定期的な仕事みたいに増えてくる。来るんですよね。今日の朝にね電話かかってきたんですけど、電話かかってきた相手が過去にも動画にしたんですけど、あの僕がタクシーアプリの使い方を教えたっていうおばあさんなんですよね。あの人はもう多分3回か4回ぐらいね呼んでくれて仕事をねやらせてもらってるっていう、めちゃめちゃヘビーリピーターな方なんですけど、その人からね、今までは1回1回電話して、じゃあ今度行きますみたいな感じになってたんですけど、でもね今日電話かかってきた時は週に2回ね、月曜日と水曜日にね、これからずっと来てほしいみたいなこと言われたんですよ。何をすんのかなと思ったら、まあお客さんがね、まあ80歳ぐらいのおばあさんなんですけど、旦那さんもね同じく80歳ぐらいなんですよ。その旦那さんがちょっと体が大きくてですね、ちょっとまあ転んでしまった時に、その おばあさんだけやったらなんか起こすこともできないみたいな感じで、もう旦那さんについてね不安なことがいろいろとあって、それをちょっと手伝ってほしいみたいな。だから僕は毎週2日ね、午前中ですけどね、3時間ぐらいなんですけど来てほしいみたいな言われたんですよね。
まあ、僕も本当喜んでお受けしたわけなんですけど、こういうのもねこれからずっとね続けていったらね、ちょっとずつね1人2人3人どんどん増えていってね、もうそういうのがねめちゃめちゃ増えてきたら、もう新しい集客をしなくてもねもう安心して収入が確保できるなみたいな、そういうところまでいったら僕はもう最高に嬉しいですね。今月もね最高収益をね叩き出したいと思いますけど、まあそこまでね今月はねまだすっげえどでかい案件っていうのはないんで、それでもやっぱ一つ一つの単価っていうのをなんか徐々に徐々に上げていって、まあ僕もねすごく満足するような仕事をさせてもらってるなと思っております。だからまあこれからもねこの YouTube 見たりだとか TikTok 見たりっていうことで、もう仕事依頼やったらどんどん言ってくれたらと思うんでね、公式 LINE をどんどん送ってください。東京、千葉、神奈川、埼玉ならもう大抵のところはいけると思います。それ以外の地域はちょっといけませんということで、お問い合わせお待ちしております。ということで今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンやっていってください。それではお疲れ様でした。